こちらカウンター前では長蛇の列ができています。皆さんお土産袋など大きな荷物を持つ姿も目立ちます。最大10連休となった今年のゴールデンウィーク、最終日の今日、那覇空港は連休を沖縄で過ごした観光客や帰省客らで朝から混雑しています。あ、最高です。あ、最高です。海も自然も食も全部味わいました、帰りたくない暑かったなんかちょっとびっくりするぐらい暑くて。朝から学校どこ？やだ今年のゴールデンウィークは中国の大型連休と重なったこともあり、多くの外国客の姿も見られました。